ミルクサッカーアカデミーザ・データベースシリーズ、井上真でございます。ノーミルク佐藤です。さあ、今日のサッカーデータベースの佐藤先生に伺ってまいりましょう。ということで、今回はジュビロの2014年でございます。はい、ということで、はい、前のシーズン、残念ながら降格ということになってしまったジュビロ、さあ、その J2 の1年目どんな成績だったんでしょうかというところからでございますけれども、順位的に言うと、はい、4フィニッシュでした。J2 4位ということですね。はい、ということで、うん、あの J1 昇格プレーオフということになったんですね。はいはい、はい、で、この年本当は普通ね、このプレーオフってのは3位4位5位6位の4チームでプレーオフ争われるんですが、そうですね、はい、あの5位に、ギラバンツ北九州、まあ、J1 ライセンスを持たないチームが入った、はい、そうでしたね、はい、ため、3チームで争われることになったんですね、うん、でその結果4位ジュビロ岩田6位モンテディオ山形という体制になり、この年で起こったのが、はい、山形の山の神降臨という形です、ね、うわあ、そうでしたね。山口選手のヘディングシュートが、後半アディショナルタイムに決まってしまい、なんとプレーオフ準決勝敗退ということになってしまいます。これジュビロサポーターの皆さんにとってはもう思い出したくない記憶だったりするんかと思いますけれどもね。そうですね、まあ、そんな年が一体どんなメンバーで挑んでいたのかというのをちょっと確認していきましょう、はい、見ていきたいと思います。先生の資料こちらでございます。ドン、はい、世代ポジションご覧のようになっております。はい、こんなメンバーとなっております。うん、まあ一つこの中でまず言わなきゃかなというのが、はい、これまで ずっとね主力を務めてきた、うん、中盤山田選手にこのスタメン枠のこの黄色いカラーリングがされておりません。はい、この年ですね、夏に行ったんですね。はいはい、そうだ、カールスルーへ、はいはいはい、そうでしたね、することとなりました。うん、それ以外にもその前に小林優希選手ですね、うん、大卒ルーキーで山田選手たちと一緒に入ってきた小林選手がこの年新潟に行ったりだとか、あとは前年からいたあの安田選手とか山本選手がそれぞれ鳥栖とか、うん、鹿島に行っただってことが ありはしたんですが、その代わりこんな選手が入ってきました。はい、うん、ポーランドのレヒア・グダニスクから松井大輔加入ですね。はい、わー、話題になりましたねこれね。ついに日本に凱旋帰国ということになりましたけども、だからこう見てみると、うん、あのアテネ世代のところが豪華ですよね。ああ、本当ですね。前田良一、松井大輔、駒野雄一とワールドカップ選手がねググッと入ってきたということですけれども、ね、代表クラスがどんどんといって、その他にもね、うん、もちろんあの井ノ原選手がいたりとかありますけれども、うん、まあ本当ただこの J2 戦っていく中で一つまあちらっと思ってしまうのはベテラン組は多いなっていうのも、ね、そうですね、若手に舵を切っていこうとしたジュビロですけれども、この年は、まあ、J2 を迎えるにあたってこう年長組が主力になっているというのが一つのこの特徴ですね、この年のね。そうですね、はい、黄色いマークがいわゆるスタメンチームだと考えても、はい、まあ、ポポ、前田、松井、フェルジナンド、駒野、藤田と、うん、まあ、いわゆる11人中6人がオーバーサーティーという、はい、メンバー構成で、で28歳29歳の宮崎選手、八田選手、井ノ原選手が続いていて、はいはい、アンダー25の選手はフォワードの山崎選手と、うん、そして、小林優希選手、うん、この2人だけだったんです、ね、はいはいはい、本当だ。そう考えると若やっぱりもしかすると、まあ、この時代とかその前からあったけれども、やっぱり若手にこう切り替えていくっていうところがやっぱりもうちょい必要だったのかなというか、うん、そこら辺に苦しんでいた時期でもあったのかなってことは、そういう部分でも、逆に言えばこの経験のある選手で結構取りたかったというところもあったのかもしれないですよね。まあ、そこでのやっぱり成功体験を何年も何年も重ねましたからね、そこもあったのかなというのは思います。しかしながら1年での復帰はならなかった。しかし手はかかっていたということでしたね、このシーズンに関しましては。そうですね、そして、はい、もう一つこの2014年の9月から、はい、名波監督がこのチームを率いることになったんですね。そうでした、はいはいはい、途中からだったんですよね。そう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 、はい、9月かな、9月の末ぐらいにあのそれまであの大分とか率いた経験のあるシャムスカ監督がジュビロに行って、はい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 、その後で、ね、まあ、七海監督がだから残り2ヶ月間ぐらいだけですね、まず率いてという形になりますが、ここからね、長期政権を敷いていく。はい、そっか、はい、七海監督は初年度は
こんな苦い船出だったんですね。プレーオフまでたどり着いたけれども、そうなんです、手がかかったところでこんなドラマに巻き込まれてしまったと。そうなんですね。なるほど。そんな七海ジュビロがこの後どんな展開を見せていくのかというところは明日以降のお話でございます、はい、ということでございます。皆さん今日もご清聴ありがとうございました、先生ありがとうございました。ありがとうございました。続きます。ミルクサッカーアカデミーザデータベースシリーズ、ぜひチャンネル登録していただきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。井上バーでした。ノーミルクサッカーでした。ありがとうございました。また明日です。